哲夫君の第二の手柄そして1か月ほどはこれという大事件もなく過ぎ去りました何よりも恐ろしいのは夜寝ている間に猛獣に襲われることでしたが少年たちの用心が厳しかったためか幸せにもまだ一度もそういうことは起こりませんでしたしかし その一月の間には、いろいろ苦しいことや、気味の悪いことや、おかしいことや楽しいことがあったのです。それらを詳しく書いている暇はありませんが、主なことを二、三記してみますと、まず第一に困ったのは、一週間ほど経ったとき、お米がすっかりなくなってしまったことです。たびたびボートで沈没船に行って、料理場にあるお米を運んできたのですが、 それもみんな食べ尽くしてしまったのです。仕方がないのでメリケンコで団子のようなものを作ってお米の代わりにしていましたがそれもやがて残り少なになってきました一方では沈没船から持ってきた釣り道具で魚を釣ったり森の中を歩き回って例の鹿を撃ったりして副植物の方はどっさりあったのですが。 そういうい肉類ばかりではご飯を食べたような気がしませんどうしてもお米かパンがなくては我慢ができないのですところがある日のこと3人が森の中を歩いていてふと妙な木の実を見つけました高い木の青々とした葉の間に丸い果物のようなものがたくさんなっているのです 果物ならヤシの実だけで十分ですから初めは見向きもしなかったのですがタモツくんが上段半分に木登りをしてもえできたのをナイフで割ってみますと中には白い肉がいっぱい詰まっていてその味が普通の果物とは違っているのですあもしかしたらこれパンの木じゃないかしら 物知りの鉄雄くんが叫ぶように言いました。え、パンの木だって？そうだよ。写真で見たことがあるんだよ。もしパンの木ならね、原住民たちはこの実を土の中に埋めて蒸し焼きにして食べるんだって書いてあったよ。一つ試してみようじゃないか。ちょうどお米がなくなって困っていたときですから。 イチロー君も保君もすぐに賛成してその実を海岸の方へ持ち帰り土の中に埋めてその上でたき火をして試してみることになりました十分たき火をして土の中からほかほかと湯気を立てている実を取り出しナイフで切って食べてみますとこれはどうでしょうまるでトーストパンのような味がするではありませんか。 素敵素敵！うん、やっぱりパンの木だったね。これでもお米がなくても大丈夫だ。あの木ならこの間からほうぼうで見かけたよ。森の中にいくらだってあるんだよ。食いしん坊の保つんが嬉しそうに踊り上がって言うのでした。食べ物の方はこの大発見でもう心配はなくなりましたが。 まだ他に食べ物よりはもっと大切な仕事があったのですそれは夜の灯火のことでした夜真っ暗な中で寝るのは構いませんがいざという時いつでも火が燃やせるように火の種を用意しておかなければなりません突レンズで火を作ることはできてもそれは太陽が出ていなくてはダメなのですから 夜の間や雨の日曇りの日のためにどんな小さな日でも絶えず燃やしておかなければならないのです。はじめは洞窟の前で焚き火をして夜も昼もそれを燃やし続けておくことにしましたがそれには誰か一人いつも晩をしていて火が消えないようにしなければならないので夜も寝ずの晩がいるわけでひどく不便です。 それに洞窟の外で一りぼっちで火の番をしているなんて心細くて仕方がありません僕たちの手ででを作ることががきればいいんだがな。少年たちは腕を組んで考え込みましたがすると3人の頭に申し合わせたように同じ考えが浮かんできましたそれはロビンソン・クルーソーの物語です ロビンソンソはこんんな時どうしたんだっけ自分でろうそくを作ったんじゃないのかい一郎くんが物知りの哲夫くんの顔を見て言いましたうんそうだよだが最初はろうそくでなくてヤギの脂身を絞って刀身を燃やす油を取ったのだよ哲夫くんは実に物覚えがいいのですあそうだったね じゃあ、僕らも鹿の脂身から脂を作れないかしら。そうだね。でも、なんだか難しそうだよ。鉄尾くんはしばらく考えていましたが、何を思いついたのか、にわかに目を輝かしながら勢いよく言いました。あいいことがある。ヤシの実の白い肉ね。あれを干して。 油を絞るんだって。本に書いてあったよ。ヤシゆって言うのさ。動物の油なんかよりあれを絞る方が楽らしいぜ。ああ、そうだ。君は偉いね。何でも知っているんだね。そういえば、ヤシゆのこと、学校で教わったのを思い出したよ。えっ、ー、となんだっけな。そうそう。コプラ 何で言うんだろそのヤシの実の干したのうんそうだよあ、だが絞り方が難しいね手なんかではだめだし一つその道具を考え出さなくっちゃてつ君はそれからそれへとすばしこく頭を働かせるのでした本当のヤシ油製造工場では いろいろ込み入った機械を使って進んだ方法で油を絞っているのですが、そんな本物のマネはとてもできませんし、いくら賢い鉄雄君でもそういう込み入った機械のことを知っているはずはありません。干したヤシの実の肉を石で叩いても潰せないことはないけれど、それでは手間がかかって仕方がないし、あ、いいことがある。 せんからもってきたようしゅのからだるがあったねあれをつかえばいいあのたるのなかへほしたヤシのみをたくさんいれてたるのそこにちかいところにきりでちいさなあなをいくつもあけてうえからおしつぶせばいいんだそうすればヤシのあぶらがそのちいさい穴なからしぼりだされるわけだからねてつおくんはかんがえかんがえ 一人言ののように言うにでした。だって上から手で押したぐらいじゃとてもダメだぜ砕くだけでなくって油を絞り出すんだからねとても僕たち3人の力ぐらいではダメだよ一郎君が首をかしげながら言いましただから人間の何十倍もある強い力を作り出すんだよ 鉄尾くんはすました顔で妙なことを言います。え人間の何十倍の力だって一郎くんとタモツくんはびっくりしたように口をそろえて叫びました。うん、そうだよ。何でもないことじゃないか。鉄尾くんはそう言って自分の考えを説明しました。すると二人は、 なんだそんなことかと言って笑いましたが皆さんこの鉄尾くんの考えが分かりますか電気も蒸気機関もない無人島で人間の何十倍もある力を作り出すなんてちょっと聞くとまるで魔法のような気がするではありませんか一体哲夫君はどんな方法を考え出ししたのでしょう皆さんも 一つ考えてみてくださいその日から哲夫君は洞窟の前の地面を仕事場にして油絞り機械の製造を始めましたいわばそこが少年たちのお国の製造工場になったわけです哲夫君は二人の少年に手伝ってもらって 森の中から4メートルもある長いまっすぐな木を1本切り出してきてその枝を払って太さも長さもこの間こしらえたオールの2倍ほどもある1本の丈夫な棒を作りました棒を作るのに丸2日かかりましたがそのあくる日には沈没船から運んできて洞窟の中に置いてあった西洋酒の樽を持ち出し その一方の底を抜いてその丸い板の縁を削ってそれが樽の中へ自由に入るようにしましたつまりその丸い板でヤシの実を上から押し付けようというわけなのです西洋酒の樽は日本のお酒の樽とは違ってまるで石のように硬い木でこしらえそれに厚い鉄の輪がいくつもはめてあるのですから よほど強い力を加えても壊れるようなことはありませんそれからその丸い板の真ん中に樽の深さよりはちょっと長いくらいの太い木の棒をまっすぐに立てて紐で結びつけましたちょっと見ると大きなコマのようなものができたわけです十分道具もなくて硬い木を切ったり削ったりするのですからとても大変な仕事です 幾度も失敗してやり直したりしたので、それが出来上がるまでには三人がかりで五日もかかってしまいました。さて、六日目には、いよいよ機械の組み立て作業です。三人は朝早く起きて、かいがえしく仕事に取り掛かりました。洞窟の入り口の脇の岩山の裾の、地面とスレスレのところに、 一箇所岩角の出っ張った部分があります哲夫君はその岩角から60センチほど離れた地面に例の用種の樽を置いてその中にヤシの実の肉の干したのをどっさり詰め込みましたヤシの実はこの仕事を始めた日たくさんもぎ取って中の白い肉を天日に乾かして用意しておいたのですそしてその上から あの駒のような丸い板を棒の方を上にして蓋をしました。周り二十センチもあるその棒は、にゅっと樽の上に突き出ているわけです。それから、最初に作った四メートルもある長い棒を三人がかりでその場に運び、棒の一方の端をさっき言った地面とすれすれの岩角の下へ突っ込んで動かぬようにしておいて、 一方のの端をグッと高く持ち上げましした。そしてそて棒がさっきの樽の中から突き出している棒の上に T の字型に乗るようにして棒と棒とを丈夫な紐でくくりつけたのですがすると長い棒はちょうど井戸のポンプの柄をぐっと上に押し上げたような形になりましたさあみんな棒の先にぶら下がっておくれよ。 哲夫君の指図で二人の少年はその空に跳ね上がっている長い棒の先の方へ椅子を踏み台にして両手でぶら下がり二人の体の重みでちょうど井戸のポンプを組むように下へ引き下げようとしました哲夫君は樽に抱きついてそれが倒れないように頑張っているのです皆さんお分かりですか これは物理学のテコの原理というのですこの棒を長くすればするほどどんな強い力でも出せるのです井戸のポンプの絵と同じわけなのです昔西洋のある物理学者はもし私にそんな大きな棒とそれを支える場所等を作ってくれる人があれば私は一人の力でこの地球だって動かしてみせると言いましたが てこの作用はそれほど恐ろしい力を作り出すのです。てつ君は実にうまいことを思いつきました。これなら本当に人間の何十倍の力が出せるのです。でもヤシの油はなかなか思うようには絞れません。岩角に挟んである棒の先が飛び出したり、樽の上の棒と棒とが外れたり、樽が横倒しになったりして、 何何度も何度ももやりり直さななければなりませんでしたしかし失敗しては工夫をしまた失敗しては工夫をして3時間ほど汗びっしょりになって働きましたがどんなことだって産まずたゆまずやり続けていればしまいには成し遂げられるものです三少年の我慢強い努力はとうとう成功しました。油が取れたのです 樽の横腹の小さな穴から、受けてある鍋や丼の中へ油がどっさり滴り落ちたのです。鉄男君はなんという関心な少年でしょう。何もないところからまず火を作り出し、今度はその火を絶やさないように油まで作り出したのです。絞り取った油をシーツの布でこして、それを少しお皿に入れて、 それからシーツの端を細く切ったきれをこよりにして刀身の代わりにお皿の中へ入れその端へ火をつければ立派な灯火ができるのですこうして少年たちはその夜から気味の悪い暗闇の中で寝ないでも済むようになったのでした。 大和島の住民少年たちが1ヶ月の間に成し遂げたことはパンの木の発見や油絞り機械の発明だけではありませんまだ他にもいろいろなことがあったのですまず第一はその無人島に名をつけたことですその島はちゃんと地図に載っていて名のある島かもしれませんけれど 少年たちはそれを少しも知りませんので、仮に僕たちで名をつけておこうじゃないかということになり、いろいろ名前を相談した挙句、三少年の通っていた小学校の名を取ることに決まりました。それは大和小学校というのですが、その大和を取って無人島を大和島と名付けました。大和島か、素敵だな 僕たちは大和島の国民なんだねそして僕たちはこの島の王様だよあそうだ3人も王様がいるなんておかしいけれどこの島はまあ僕たちのものなんだからね少年たちは口々にそんなことを言って大はしゃぎをするのでしたそれから 大和島の政府の日記をつけなくちゃいけないということになり、日記係は文章のうまい哲夫君と決まりました。そこで哲夫君は、沈没船から持ってきたあの大きな航海日誌の帳面に、その日その日の出来事を詳しく記していくことになったのです。病気になっては大変だというので、できるだけ規則正しい生活をするという取り決めもしました。 朝は4時起床。正午から3時まで昼寝。夜は日が暮れると洞窟の中に入って、今後の計画について相談したり、学校で習ったことを忘れないために、お互いに問いを出し合って、学科の復習をしたりして、9時には眠りにつくという割り当てです。最も,も少年たちには正確な時間は分かりませんでしたが、 沈没船から持ってきた置き時計を太陽が頭の真上に登った時を正午として時間を合わせたのです。その他まだいろいろなことがあったのですが何もかも書いていては再現がありませんので細かいことは省いて1ヶ月のうちで一番楽しかった出来事を記しておきましょう。それは 三人の少年と一匹の犬だけの寂しいお家に、二人の、ではありません、二匹の新しい家族が増えたことです。その新家族というのは、一匹の可愛らしいメガネザルと、一羽の白いオウムでした。メガネザルというのは、南洋の諸島に住む小さな可愛らしい猿で、目の縁だけが白くなっていて、 ちょうどメガネをかけたように見えるためにメガネザルと名付けられたのですが、この子猿は主に夜森の中でこそこそと獲物を漁るごく臆病なおとなしいやつです。この猿が森の中にたくさんいるのを見つけ出したのは、そういうことにかけては目の早いタモツ君でした。どうかして一匹捕らえたいものだとたびたび森の中を歩き回ってひどく苦心をして、やっ ととののことででにしたのです猿のように木登りのうまい保君はいわばメガネ猿なんかの親方みたいなものですからこんなにうまくいったのかもしれませんオウムの方は一郎君が銃で撃ち取ったのです撃ち取ったといっても体に弾を当てたわけではありません前にも言ったとおり この島のオウムは高い木の枝に止まったり、その辺を飛び回ったりしているのですが。ある日イチロー君は一つ脅かしてやろうと思って、そのたくさんのオウムの群がっている。近くへ猟銃を一発ぶっぱなしたのです。すると、その弾丸が一羽の鳥の羽にあたって飛ぶ力を失って地上へ落ちてきました。それを犬のポパイと一緒に駆けつけて鳥を抑え。 生け捕りにしたというわけでした三人と犬だけの家族で寂しく思っていたところへ可愛らしい生き物が二匹も加わったので少年たちはもう大喜びでしたこのオウムは僕が教育するんだ今に日本語が喋れるようにしてみせるよ一郎君が大はしゃぎで言いますと貨物くんも負けないで言い返しました 僕はこの猿に曲芸を教えるんだ。トンボ帰りだとか綱渡りだとか2二匹の新しい家族はそれぞれ足を紐でくくって洞窟の中へつないでおきましたが日が経つにつれて少しずつ少年たちに慣れてきました2匹が最も恐れていたのは犬のポパイでしたが。 ポパイの方では2匹が自分よりずっと小さい動物なので取るに足らぬ相手とでも思ったのか別にいじめるようなことはなくかえっていたわってやるようなそぶりさえ見せるのでした犬と猿とは仲が悪いと言いますけれど相手がこんな小さな豆猿ではいがみ合う張り合いもなかったのでしょうそんな具合で2匹の新しい家族は。 オパイをも恐れぬようになりしまいには3人の少年と3匹の動物とが仲良く一つのテーブルでご飯を食べるようにさえなりました大和島の一家族といってもそれが島の全国民なのですがその人家族の食事のありさまは実に奇妙な微笑ましいものでした何かの仕事で忙しい時には 洞窟の中で手軽に食事を済ませてしまいますが曇った涼しい日などには洞窟の外にテーブルや椅子を持ち出してみんなで楽しい食卓に就くのでしたそのテーブルや椅子はその後沈没船から運んできたものですが大きなテーブルの上には白布をかけその上にご馳走の入った鍋や丼やお茶碗や コップやぶどう酒の瓶まで並べられそれを囲んで3人の少年は椅子につきポパイも椅子の上にちょこんと座ってまるで人間のように食卓の一員となるのですそれからメガネザルとオウムとは椅子に座るのには小さすぎますからテーブルの上に乗ってお皿に分けてもらったごちそうを食べるのです。2匹とも逃げ出せないように、 足をくくった紐の端がテーブルの下に結びつけてあるわけですそして三人と三匹とはパンの木の実やヤシの実や鹿の肉やお魚やオウムのためには特別に木の実のごちそうなども揃っていてそれをみんなが美味しそうにパクつくのですそういう時には少年たちはぶどう酒を少しずつ飲むことにしていましたが 3人はそのぶどう酒のコップを互いにカチカチと打ち合わせて大和島の国民の健康を祝い今後の幸せを祈るのでした僕たちはもうちっとも寂しくないねこんなに大勢仲間ができたんだものそうだねけどどっかの気船がこの島のそばを通りかかってあの日の丸の国旗を見つけて 助けに来てくれればなおいいんだがね。<laughs> 欲張ってらそんなうまいわけにはいかないよ。1月の間、毎日海を見ているんだけど、船の煙さえ見えないじゃないか。もう船のことなんか諦めた方がいいよ。僕たちはこんな立派な島の持ち主になったんだもの。ちっとも悲しいことなんかないじゃないか。 でもなんだか変だね何がさあんまり平和すぎると思うんだよ。僕たちは少し幸せすぎやしないだろうか。無人島ってこんな平和なもんだろうか。そのうちに何か恐ろしいことが起こるんじゃないかしら。僕はねあの森の奥が怖いんだよ。あの中に何があるか。 僕たちにはまだちっとも分かっていないんだからね。少年たちはそんなことを語り合いました。何か恐ろしいことが起こるんじゃないかと心配そうに言ったのは鉄尾くんでしたが、本当に考えてみれば三人は少し幸せすぎるようです。この一月、いろいろ苦労もしましたけれど、 これという恐ろしい出来事には一度も出会っていないのです。あまり平和すぎて気味が悪いほどです。まもなく何かびっくりするようなことが起こるのではないでしょうか。あの奥底の知れぬ森の中から得体の知れぬ悪魔が、じっと三人の方を見守って時の来るのを待っているのではありますまいか。やがて。 この鉄雄くんの心配が思いもよらぬ形で現れてくる日が来ました。本当にぞっとするようなことが三人の行方に待ち構えていたのです。ある日のこと、タモツくんは一人で森の中を歩き回っていました。お猿のしょうのタモツくんは誰よりも森が好きなのです。 メガネザルやパンの木に味をしめてまた何か見つけたいものだと道もない森の中を奥へ奥へと歩いていきました初めのうちは気味が悪くてほんの森の入り口だけしか入らなかったのですがこのごろではもう慣れてしまって少年たちはかなり奥深いところまで平気で入り込むようになっていました頭の上には高い木が枝を交わして 日の光もささないくらいですから森の中は夕暮れのように薄暗いのです足の下には落ち葉が一面に積もってまるでゴミ箱の中でも歩いているような気持ちです何か珍しいものを見つけようと夢中になって歩いているうちにふと気がつきますといつの間にか一度も来たことのない森の奥へ入り込んでいました「これはいけない」 道に踏み迷っては大変だから、早く帰ろうと海岸と思う方角へ歩き始めましたが。その時はもう遅かったのです。行けば行くほど森が深くなって、どうしても見覚えのある場所へ出られません。保つ君は深い森の中でとうとう道に迷ってしまったのです。泣き出しそうになりながら、無我夢中で歩いていますと。とふと五六メートル向こうに。 何かが動いていてるのに気づきました。はっとして思わず立ち止まってよく見ますと大きな木に別の木が絡みついてその木の幹が風もないのに静かに動いているではありませんか。木の葉や小さい枝が動くのなら当たり前ですが太い木の幹がゆらゆらと動くなんてそんなバカなことがあるものでしょうか なんだかお化けにでも出くわしたような気がして、たもつくんはぞっと震え上がってしまいました。見てはいけない、早く逃げなければと気は焦りながらも、怖いもの見たさでついその方へ目が引きつけられていきます。たもつくんはその動く木をじっと見つめていました。そして、そのものの正体を確かめたのです。たつくんの顔がたちまち真っ青になって、 口が大きく開いてその中から今にも殺されるような何ともいえの恐ろしい叫び声がほとばしり出ましたその動くものは木の幹ではなくて一匹のの大蛇だったのです。夢にも見たことのない大きな蛇が木の幹に絡みついて鎌首をもたげて林のように光る目でじーっと。 とこっちをにらみつけていたのです。